せーの、スカイファイトクライト TV! なーい。いや、あのさ、毎回さ、なんかこのさ、ポーズをさ、揃えようとしてさ、なんかちょいちょい頑張ってるじゃん。確かに。でも全員揃ったこと一回ないと思うんだよね。だからまあ、最初のポーズが揃うまで、もう次の企画にもういけないっていう。うわー揃えたい。ということで、じゃあお題を、まあ、思いついた人から言っていってもらって。じゃあ女の子っぽいもので、おーおー、どう揃うんじゃないのそれ。せーの、スカイファイトの TV。 あ、二人止まってるじゃん。あれ、ゆなちゃん止まってるし、なんか本当だ、このまんま男の子っぽいポーズ。いや、わかんない、やばい、これ、ね、結構ね、男の子って何言ってんの。せーの、スカイファイト TV。 ファイト TV。 あ、最後だった。僕さっきからめっちゃ揃ってる。え、惜しい。え、違う、じゃなんか男の子ってよく髪の毛触ってない。あ、やばい、合わない、全然。これ結構むずいよ。やっぱさ、ドローンのポーズしたい、なんか。でもドローンの、じゃあ形想像してポーズしよう。せーの、スカイファイト TV。 えぇ、ー、まあ、3人は大体一緒。え、ゆなちゃん何した。え、違うじゃん、違う、テロの真ん中の部分を私は表したの。真ん中ここ、何かの、あの、動物の真似するときのポーズ。これしかない。はい。これしかない。これしかないよね。これしかない。これしかない。ガチこれしかない。これしかない。せーの、スカイファイト TV。 え、一緒。え、ちょっと合わなかった。いや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 、いや、でも俺もこれかこれだと思った。うちもこれかこれだと思った。これ何？これ何？これ何？豚。じゃあロボットがしそうなポーズ。オッケーオッケー、いきます。オッケーです。せーの、スカイファイト TV。 ほら、惜しい。え、終わってる終わってる終わってる。俺タイガと一緒や。そうだよね、やっぱりこれ、ね、みんな横にすれば、ほら横にすれば一緒。じゃあ今一番プリクラで流行ってるなって、あの、これ映えるなっていうポーズ。せーの、スカイファイト TV。 え？これやろ、どう考えてもこれやろ。女子がさ、隠すやん、歯が痛いポーズみたいな、こうやって、うん、好きなポーズみたいな、やるやん。なんだよ。じゃあ、YouTuber といえば、うわー、これはいけるっしょ、ガチいける、これはガチでいける、ガチいけるっしょ。せーの、スカイファイト TV。 おっ、そうなるわな。いや、待って、最後さ、やっぱうちは、あれじゃん、いつも井上さんに、井上さんがしそうなポーズをするってこと、ね、うん、あ、そう、オッケー、任せて。確かに絶対合うよ。せーの、スカイファイト TV。合ってるね。おすごい。はい、じゃあもう全員ね、井上さんのポーズで揃ったから、はい、早速企画を撮っていきたいと思うんですけど、この動画はね、一旦ここで終わりなので、はい、ぜひね、見ている方は次の動画も、見てください。お願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。